私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。
ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。ね、最後に一曲賛美したいと思います。お立ちください。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりが私たち一人一人にありますように。
主イエスの御名によって祝福してお祈りします。アメン。